古来、動物や魚が空から降る現象は世界各地で起こっている。ファフロツキーズもしくは海イは一定範囲に多数の物体が落下する現象のうち、雨、雪、交砂、隕石のようなよく知られた原因によるものを除く、その場にあるはずのないものが空から降ってくる現象を指す。ファフロツキーズ現象、ファフロッキー現象とも言われる。ファフロッキスという言葉は、 オーパーツの命名者である、超常現象研究家、アイヴァン・サンダーソンが、フォールズ・フロム・ザ・スカイズを略して造語した。現象としては日本でも古くから知られ、江戸時代の百科辞典、和漢三サ,サイズには、回遊として記述されている。シンガポールで魚の雨が降った光景。その場にあるはずのないものが無数に降り注ぐ現象を指す、用語である。 飛行機からの散布や竜巻による飛来など原因が判明しているものを除き、なぜ降ってきたのかわからないものを指す。語義からすれば、単体でもファフロツキーズと呼べるはずだが、通常多数が落下してくる現象として認識されている。落下物に明確な共通性はなく、様々な事例が記録されているが、どういうわけか水生生物の落下事例が目立ち、 また混在ではなく単一種のみであることが多い。このような現象は古来世界各地で確認されている。英語圏ではファフロッキスを一般的にはレイニングアニマルズ、クリーチャーフォールズ、またはレインオブフィッシュのように呼ぶ。竜巻は牛のような大型の生き物でも吸い上げ数マイル先まで運ぶ力がある。竜巻の中心は極めて強い上昇気流である。 強い力で周辺の物体を持ち上げ、巻き込んで上空へ放り出す。竜巻に巻き上げられた物体は時にかなり遠くまで運ばれることがある。実際、海上で発生した竜巻により魚が海水とともに巻き上げられて遠く離れた内陸部へ落下した事例が複数存在する。嵐と共に魚や河津が降ってきたという証言も複数存在する。竜巻では、 重量の軽いものを中心に無差別に巻き込むので、降る時も様々なものが混在すると考えられてしまうが、重量や形態によって、気流の影響度合いが異なり落下地点に差が生じる。一般的に重いまたは風をはらみにくい形のものから、順に短時間で近くに落ち、それらは特別に記録されないことによって、最初から単一物しか降っていないように見えてしまい。 竜巻だけでは説明しきれないとされる。魚の群れや、同じ種類の物体だけが狭い範囲に多く、集まっている例は、場所によっては巻き上げられる物体が限られるため、吸い上げ場所の限定性、形状の空力的な条件を満たしているなど矛盾せず、最も有力な説のうちの一つとなっている。水生生物の落下例が多いことから、鳥が加えたいものを上空で取りこぼしているのでは、 ないかという説。ただ狭い地点に多数落下するためには大規模な群れでなければならず、それならば落下時に無数の鳥が上空を飛ぶのが目撃され原因と認識されたであろう。そのような記録もないことから鳥原因の可能性は高くないと考えられる。これは現象のすべてのケースを普遍的に説明する仮説というより一部の実例についての可能性を 示唆するものである。飛行機はしばしば飛行中に水蒸気の凝固による氷が表面に生じ、これらが塊に成長し剥がれて落下してくるという事例は確認されている。また空輸中に貨物室が開くなどして積み荷を巻いてしまう可能性も否定はできない。1555年フランスで描かれた魚が空から降る光景のエッチング。何者かが 人為的に落下物を散布しているという説。ほぼあらゆる事例と矛盾しないが、散布の瞬間を目撃された事例もなく、また、最古の事例では千年以上も遡るなど古くから、少なからぬ記録があることから、数例について、そのような行為があった可能性は否定しないものの、全体を普遍的に説明する説としては、いささか弱い。主に、 事例の多い河津落下現象を説明する仮説。河津が集団発生し群ごと町を横断した場合、突如として現れた無数の河津はまるで空から降って湧いたように思われるのではないかというもの。実際河津が多数落下してきた瞬間をはっきり目撃した証言はないようで上空から降ったなら必ず発生するであろう。多数の開始体も記録にない。 全ての事例に当てはまるものではないが、少なくとも、川津の例では、大半が錯覚ではないかと考えられる。ありがとうございます。